はい、キースケールサクセススペシャルやっていきます。はい。天空作者ですね。今回はこんな感じの出来で、心の50が借りれたので、ちょっとまあ、これで頑張ってやっていきたいと思います。で、おばあちゃん入れてたんですけど、今度に。で、おばあちゃんはちょっとまあ、上限解放できてないっていうところと、まあ、ボーナスも 2% ぐらいしか変わんなかったので、まあ、解放の分含めて、こっちの方が、まあ、前後も揃うし整うしいいんじゃないかなっていうことで、はい、行きましょう。守り招きです。まあでも基本はやっぱりエンジェルがどんだけ出るかっていうところだと思うので、あと最後のエピローグですね。エピローグの評価をしっかり上げれるかどうかで、エンジェルでハートを稼げるかだと思うので、まあほぼつうか結構運要素強いと思うんですけど、まあ、今野とかだったら、まあ、回復もしっかりするし、まあ、外しづらいっていうところはあるんじゃないかなって思って、はい。ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。この 170% かな ?172% とかそんな感じです。はい。で、あとこのエンジェル予備もスムーズにいくといいですね。OK。配慮をデッキに入れるか入れないかも結構ね、迷ったりするところはあるんですけど、まあ、入れたら最初からマックスでっていうところもありますし、他にのキャラに行くときは1人分最初から多いっていうのもありますし、ちょっと難しいところではあるんですけど、でもやっぱ天空のキャラなんで入れた方がいいのかなとは思います。僕の自分のデッキ的にボーナスがやっぱり高くなるのはサイリーいるバージョンなので、そうですね。で、響きのトーガーちゃんは俺が持ってるキャラ、やつでは解放できてないので、まあ、どっちかからでいってやる方がいいっていう感じなので、そういうことです。はい、集めていきたいな。どっちがいいかな。こっちかな。とりあえず本当にひたすらエンジェルが欲しい。こんな今度はね、特攻キャラだっていうことをね、忘れてましてね。そういうところもありますよ、僕は。はい。まあ45じゃん、みたいな感じです。どうしよっかな。こっちか、こっちかな。まあ、矢部くんと2人しっかり行ってくれればいいんですけど、えどっちも行かないの。行く意味なし。マジか。これ待ちだったので、ちょっと上すると全員の評価が下がるのでマジで怖い。彼女キャラ全員評価下がるんで気をつけてください。二股以上は死です、あそこは。ここはマジカヤーベンかな。割と予備隊系のキャラを置いとこう。意味では別にいいんですけど。魔女。で、捧げるだけで互角ラインは行ったりするんで、さあ50ってどんぐらいもらえるの。結構もらえる気がするけど、あだあこういいっすね。あげちゃったからありません。OK。さあ、2人だったかな。お疲れ様。はい。ああ、今度。あれ？あ、そうか。はいはい。すごい。まあね。一人だよ。お、ナイス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 。さすが PSR は初期評価が高い。で、告白2回のやつが2人いるのかな。今度も2回呼んでしっかり。ああ、これ今か。これは井戸端後に来てほしいんですよ。これね。残念。自力で行くしかない。雷。感謝キャラと一緒にいてほしいんだよな、ほんと。何かな。はい、で。OK。まずは好きじゃん。あ、来た。これは、一回待ちます。すげえ、結構入る。早いな、ここは、今回は。うん、やっぱ前後整えないと告白に来ないっすよね。なんか詰まって結局イベントすら出ないみたいな現象に陥る時があるので、結構入ってるよ。ここだな。来い。おお、開拓する矢部が珍しい。アイガーリーあいじゃあ、いやいやいや、メカニクスもこっちもレベル高すぎてね、みんなねすごい点数だから、みんなメカニクスに関しては1位の人17000点とか出してるからもう何なんだろうっていうね。やばいっすね。17000点って何、何回マックス練習してんだろうって思いますよ。はいよ、はい、こんなでオールインかな。あー、でもここで地味に経験点をもらうっていうのもありかも。いけ、いかねえの。並びます。回復したい。うわっす。そしてはいはいはい、マジかマジか。 マジか。11月か。さてさて。はい。お、矢部が頑張ってる。珍しく。お、矢部が頑張ってる。いいっすね、矢部。 これが頑張ってるよ。素晴らしい。おい。モテろ。うわぁ。つらい。つらめだ。3人いる。しかしこっちは2人いる。 経験点を捧げたって実際の世界じゃ謎ですけど、ね、経験点何ですかそれ。おーおーおー、早い。リサさん早い。ヤーベンがめっちゃ開拓してるからね。ヤーベンってやるね。 おお、もうフラッシュ来てる。しかも2人いる。やばくない？これ。これやばくない？ミサさんがいたので。ミサさん。これやばいな。この練習やばい。いいっすね。鴨川。 うわ、一人。一人か。おおおおおじさん。え？あ、びっくりした。なんか失敗したのかと思っちゃった。間がね、間が違うから。おお、どこから、どこ行けばいいんだろう。ここ行けばいいんだよ。うわ。重いね。 あ、来いよ来いよ来いよ。あ、ヤーベンヤーベン疲れちゃったかな。ヤーベン疲れちゃった。ああ、俺も疲れちゃった。そう、どっちがいいんだろう。ここもいいし、これも あ、間違えた。俺もう一個隣に行こうとしたのに。まあいいか。その違うね。お？開拓やべ。もう一人行かないという。ハート多いな。ああ、一回行きたい、こっち。一回行こう。 これは行かざるを得ない。あざっす。あ、やっぱ前後整えるだけで全然変わったわ。あざます。 4人いろ。あこの3人は行っときたい気はするけど、何人必要？ 2 人か。2人で、まあこいつらか。難しい。puikka. Azaz.右がクリスマス。うん。やべ。死の。死の。死の池。死の。まあ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 。頼むよ、成功してね。お願いします。あー、うまいんだ、違う。お前じゃない。あ、こっちは成功。オッケー。こっちが成功し、おお、来てる。あ、また2人いる。ありがてえ。でさらに来い来い、あ、来ない、頼む、終わらない、まだまだ戦い終わらない。お願いしますよ。何日？うわ、吉じゃん。うわ、吉か。どこ行こう。印象が鬼行こう。筋力足んねえな。どっちが多いこれ。まあいいか。同じぐらいなんだ。うわい。ナイス、名前を。うわい。ここだかな。虹を行け。虹を行かない。出んだよお前。虹をは行けよ、ほんと。お、3人いる。ここですね。これフィニッシュ決めてほしい。フィニッシュコア OK。 さすがやべえ。なんかやべえが活躍してる、珍しく。え、やべえがしかも行ってないっていう。何それ、今終わってよかったじゃん。じゃあちょっと俺も矢部の力をおー、3人。矢部の力を信じようか。頼む。矢部が決めてくれ。ダメだ。もうすぐ合宿が始まってしまう。いやー、でもエンジェルあと1周でいけるかな。11人でもいいんだけどね。あざっす。man.さすがに終わったでしょ、これで。これ捧げんの無理かな、バース帰ったら。ありがとう。あ、捧げないけどね。ギリギリ。お願いしますよ。回収 しながらやった方がいいかな。わあ、ここだなあ。でもこっちで評価上げもしたいな。まあいいや。エンジェライズ来いよ。エンジェライズタイリーさんに投げてもらおう。成功しろ。あー、バカ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 。あ、まあ兄貴じゃない、これ弟だ。弟の評価が下がる。どっちかな、これかな、これだな。もう出た。割と早い段階。足怖っ。足バック怖っ。すぐやるぞ。最大値をくれ。さあ。うおい。うい。評価上げがうまくできてない。バランスが悪い。切り込み。どうしよう。さあ。ここかな。むずい。レンちゃんから出してもらいたいのもあるけど、これいいな。あっせっけ。もう終わっちゃうよね、多分。スタイリスワン。わーわー、佐伯欲しいぜ、佐伯。佐伯来年かな、くんの。来年だろうな、多分。9番、レフト。能力上げてないから。パワー上げよう。どうしよう、敏捷がすごいな。でも打てるかな。一応やってみっか。シュートがえぐい。うわ、打ちづれ。あばばば。うわ、入っちゃった。ああ、よいしょ。いけ。最強の9番。よいしょ。いけたいけた。さあ、ありがとうございます。マジ試合経験点持ちの彼女とか出たらやばいな。天空が。来いよ、フラッシュ。フラッシャー、フラッシャー。どっちがいいかな。うわ、おいしい。OK。あとはマジでエンジェル。大量のエンジェルをお願いします。仲良しエンジェルでいることを期待してます。そしてあの帯。仲良しエンジェル仲悪いな、お前ら。仲悪いな。どうしよう。これが多いから、ここ行くけど。そんなに多くもない。いやー、マジそろそろ来てくんないと辛い。頼む。3人。ここだな。カイルさんがやばい。どっちも怒られるか。どこかな。マジむずいこれ。分かりやすくなんかなっててくれればいいんだけどそんな固まってくんない。やる気やばそうこれ。あ、サイリーアップ。サイリーアップ。OK。やる気が。うわ、来たよ。来たよ。さあ、ここからが勝負でございます。もう一回声演じる。ちょっとやる気がやばい。やる気は最悪いいんだけど、どこかな。まずここかな。まだ告白来てないやつもいるよね。オッケー、ラブバナイツ。神谷先輩。あ、こっちも捨てがたいな。ただこっち行こう。足怖っ。いやー、もっとハート来てほしい。評価がやばいんだよな。いいやー4体ちょっとお願いしますよ皆さん。多いよ先輩。おおあらす。で入りマジかあら入り3すげえコツコツおっしゃー忘れてたこれ上の方がいいんだどっか行ってどっか行ってそこかあでもこの2人 OK だでもレンちゃんの石全然もらってなかったあらすどっちがいいんだろうこれ告白まだですか喋り方やばいけどね告白がねしてない人がね多分いるんですよね多分つかいるんですよねいやお前今評価いらないでしょそれ少ねえよし来たちょっともうこなそう危ねえこれはこうかよし評価も上がったやべえ敏捷やべえいや終わっちゃったもうギリだったダノビはやっぱ必須ですねこれこのデッキだと高い広角だけ取っとくか印象やば何個の臨床一層とか取りたい何だどうしようこっからだよね誰が来てないのこれ誰が来てないんだレンちゃんは来たでしょお前かあれから来てないんだこいつ来たねえよかった乗ったかな乗ったね。あとメミリだけだ。シェイシェイ。印象がやばい。印象がやばい。ほんと天空のキャラらしくなったじゃん。どうだろう、これ1万いったかな。いってほしいな。サボり癖も来なかったし。井戸端もなんとかなりそうだし、最高です。さああとはしっかり打つこと、それしかない。さあ、あ、バカ、足速っ。エミリいない。エミリいないから、評価上がったっけ。上がったはず。食べる。よし、13も上がったな。来い、評価上がれ。何ジュースでか。技術危ね。ごめんなさい、そんなこまめに。あ、まだだ。まだだ。エミリ全然上がってない。とりあえず、総力はいい感じになりました。てかこれでエピローグ来たら瓶書余るね、普通に。いや、いいんだ。今回はそういう戦いじゃない。いいね、広角つけててよかった。とりあえず打てるのが大事だ。第2球、内角低めストライク。投げた。バッターの足元。六本木ショートにいるけどおばちゃんかと思った。第4球を投げた。これは右中間。こっちストレート投げるの。6回の裏。アプリと配球ちょっと違うんですよね。先頭バッターは篠田。今日4打数。ストレートわかりやすいんだよお前。天空リードで迎える8回です。ノーアウトランナー一塁という場面で篠田。アフロで来い、アフロで。きた。オッケー、オッケー。あんところいい感じかな。あとはエミリアさえ上げれれば。エミリ、エミリ。いやー、ここで上がってくんないとつらい。ここで上がりきってくれ。どれがいいんだろう。ホラーハウス。押したー。あれあれ彼女になってても発生するイベントだったの。何って思って。はい、どうでしょう。スカウト評価かな、ケアするとしたら。 OK。 いや、まああと勝つしかない、ほんと。試合の経験点しかもうもらえるものがないから。頑張ってくれ。いや、このレンちゃんはやっぱ彼女にしないでやっぱしないじゃないと無理だね。あ、バカ、危ねえ。やった。すげえ差し込まれた今。天空追加点のチャンスを迎えました。ノーアウト。天空リードで迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放っている。勝てばいいだけ。第2球投げました。ストレイク。第3球を投げました。打ちました。このあるだけで全然違うわ。あ、です。8回の裏、天空攻撃に入ります。この回の先頭バッター篠田、ここまで全打点を叩き出しています。投げました。危ない球。前は変化球ばっかじゃなかったのか。投げました。これだよ。オッケー。おい。さてとて、スカウト評価のケアでいいですよね。はい。どこ誰だっけ、鶴谷か。はいはい、行きましょう。あれ一発逆転がついてる。なんでだ、いつの間にってことはなんか出んのかな。天空リードで迎える1回です。ツーアウトランナー1塁という。しゃとりあえずホームラン2本打つまでがね。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面。はい、意外と速い鶴谷。第2球投げました。伸びがあるからねこいつ。うわー。今季は3球目投げた。インハイ際どい球。もう強気で攻めてきます。カウントはワンボールツーストライク。あ、バカースプリット。苦手スプリット。6回の裏、天空攻撃に入ります。トップバッターは篠田。スプリット見送ってストライク。ボールが大きいな。第2球投げた。ボールが大きい。びっくりしたんだよな。今季は3球目投げた。ボール。カウントはツーボールワンストライク。さあ4球目。よっしゃ。いった。もう一回来い。オッケー。8回の裏、天空攻撃に入ります。この回のトップバッターは篠田。今日3打点を挙げています。スライは誰？第2球。投げた。おお、ぶねぶね進化。ツーボールノーストライク。第3球は。よっしゃ。みんな水谷がいるんだぞこの野郎。まあでも水谷が炎上するのは金徳イベントで実証済みなのでなんとも言いません。誰もする練習がない。一番経験で多いやつ、25、28第一候補、22、3番24、21たす6、27、27、28、ここだ。頼むよ。同栄マジほんと来てほしい。次マントル来ないかな、円卓の次。このおっさんちょっと気になるんだよね。スタミナ上限持ってそうな顔。ロボヒとか取ろうか。打ちやすいよ。高めはホームラン打ちやすいけど、低めは打ちにくいですよね。僕だけなのかもしれない。おー、窮地いいっすね。いつの間に一発逆転をついてる。絶対、それ系が出るってことですよね。一発逆転をってあいつしかいないじゃん。あの、聖堂の。名前忘れちゃった。これ打たなきゃダメ。怖い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 。この球マジでいや、ナックルだ。よっしゃ。4回の裏、天空攻撃に入ります。先頭バッターは篠田。投げました。これはいった。天空リードで迎える6回です。今日2打席連続でホームランを放っている篠田。俺しか打ってねえのか。第2球。つらい。投げました。よっしゃ。あ、打てた。ありがとう。天空ダメ押しのチャンスを迎えました。スタミナがすごいな。今日はチームの全打点を叩き出しています。投げました。カットボールは5。カウントは2ボールのストライクです。投げました。あ、ダメだ。打てなかった。取りました。これです。最後打てないかなと思って。いやー、でもよかった。まあまあいったはず。もっと行くんだろうな、上位の人って。どんぐらいエンゼル行けばいいんだろう、あれ。1万は行ってくんないかな。行かないかな。よし、1位。で、ここは全部もらえたでしょ。よし。満点。解放できてないので解放できてないので少なめ。ただここが多い。あだで、よし。クルローグも満点。そしてこの子たちからも経験値が入らない。いや、天空の強化とか来たら楽しいだろうな。ほんとやばいだろうな。さあ、ちょっと手応えあるから期待してしまう。うわー、1万来ないのかよ。マジかよ。もっとね、もっとくれたことね。なるほど。やっぱ分かんねえんだよな。まあ、ここまで行くんだね。ダメだ。ダメなので、臨床を使いつつ、グロを取ろう。マジか。まあ、そうだよね。なんかまあ、そうですよね。そんな簡単じゃない。一発逆転どうしよう。怪我の方が先良さそう。いや、余るな、それでも。印象が余る。印象取るもんね。まあいいでしょう。はい。はい、ということで、まだ終わりじゃない。ちょっと伸びた。500点ぐらい伸びた気がする。多分。頼む。あ、ボーナスも増えてるか。おー、なんとか500以内って感じか。抜かれるな、でもこれ。ということでございました。はい。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。もうちょっと頑張りたいと思います。1万点以上はいきたいですね。はい、頑張っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、はい、2回目だ。もういいか。皆さん、ピースな一日を。バイバイ。